きなりひでチャンネル。どうもこんにちは、金曜日になりました。いきなりひでチャンネル、高島です。ちょっと時間が経ちましたけどね、最終はこれから行きたいと思うんですね。例のあの大統領のディベートですね。皆様こんにちは。昼の街関連さんね、注目されたアメリカ大統領選の討論会ですが、バイデン大統領は米マスコミの言うところの静止画状態。日本流に言えば恍惚の人です。数秒間全く表情が動かせない場面が何度も見受けられる、予想以上に世界を失望させるものでした。確かにね。ただ意外だったのは、バイデン大統領が途中で言葉に詰まった場面で、トランプが表情を変えることもなく、じっと待っていたことです。私もそう思いましたね。ここを鮮度とね、言いたい放題攻めかかる、その瞬間だと思ったんですけど、何も言わなかった。ね、昔、時代劇で、丹波哲郎だけが担当を抜き、伊吹五郎の顎から血が出るのですが、なぜ抜かぬと迫られた伊吹五郎が、私はまだ病人を切るほど少年は腐ってはおらぬわという場面がありました。なるほど。トランプも普段は言いたい放題でも、リングにも上がれなくなってしまったバイデンを責める気にはなれなかったのではないでしょうか。どうなんでしょうかね。敵、特にトランプに同情されるようでは、バイデン大統領はもう無理ではないでしょうか。ニューヨークタイムズまでね、ああいう風な感想をね、もう新聞に出しちゃうということで。まあだけど今日のニュースなんか見てたらですね、なんかその前のなんか日程が非常に立て込んでいたようですね。で、なんかそういうスケジュールを組んだ側近が良くないようなことを大統領が言ったの言わないのって、まあはっきりしたことはわかりませんけど、そんなの目にしましたね。耳にしました。だけど私もね、あのバイデン大統領とね同い年なんですよね。だからあのテレビの映像でこう出てくる時にね、足が上がってないですよ、あの人ね。なんかスッスッスッとね、すり足みたいな感じでやっと出てくるという感じでしょ。よく年を取るとですね、畳のへりにもつまずくってよく言いますけど、ああいう歩き方だからつまずくんだと思うんですよね、バイデン大統領ね。やっぱりね、私自身でも思いますけども、70代と80代っていうのはやっぱりね、ガクッとこうね、来るような感じがしますね。私も率直に言うと、バイデンさんはやめといた方がいいような気がするんですが、もしバイデンさんのお知り合いがこれをご覧になってたら、ジョー、もう君は今までよくやったと、ご苦労さんと、これからもっとゆっくりしてくれって、トランプ、意外と大丈夫だよ、こういうふうに言っといてください。違うか。今度はこれです。富士を見ていつかの頂き思い出す。富士山の山開きが行われましたね。前日には山開き前の事故のニュースもありました。30年以上前の20歳の夏に弟と登ったのを思い出します。皆さん富士山登ったんですね。私は5合目までしか行ったことがありません。それもまだね、スバルラインができる前でね、日本放送の中継車に乗ってね、ジープでしたけど、あれで5合目まで登って、それで里小屋っていうのに泊まって、里小屋のおじさんが素足だったのにびっくりしましてね。で、翌日のご来光の中継した、これはうまくいったんですよね。大変褒められました。ねえ、ちゃって、まあ、そんな時代もあったんですわね。30年以上前の20歳の夏に弟と登ったのを思い出します。当時は今みたいに登山道が渋滞なんかにはなっておらず、素人の自分でも登りやすかった記憶があります。山頂で山小屋の呼び込みもあり、予約なしで泊まれました。山小屋のご主人にご来光の時間に起こされました。今は登る体力はありません。通勤の地下鉄の階段利用で限界です。ウィリアムさん。だけどね、よく、ほら、田中真紀子さんですか？遠くから見てると非常に気分爽快になる。
言いたい放題の彼女を見ててね。だけど近づくと、あんなに怖い人はいないよとか、ね。よく富士山に例えられました。富士山は遠くから見てる、だからいいんだと。もう近づいたらゴミだらけだしね。あんなひどいとこないよ。で、私その時思い出したんですよね。あの、横山大観という絵描きさんがいるでしょう。あの人はですね、あれだけ富士山を描きながら、一回も富士山に登ったことないって言うんですね。ひょっとすると、横山大観にインタビューしたわけではありませんけども、同じような気持ちがあったかもしれない。富士こそは遠くから見るのがいいんだ。あれは近づいちゃいかん。もしかすると、有名な美女なんかもそうかもしれないよ。遠くから見てるからいいんであって、近づいたら嫌な女だったりなんかしてね。言わないけど、そういう人だっていますよ。うん、そうですね。吉田ルートは、入山者の上限を1日4000人、そう言ってましたね。予約枠3000人、当日枠1000人、通行料2000円の支払いも義務付けたということですね。しかし、予約制を知らなかった観光客の対応や、軽装でキャリーケースを引きながら登山する観光客も現れ、安全性が問題視されていますという。ここにね、その写真がありますけども。なんか油断大敵みたいな顔してるじゃないですか。悪口言っちゃいかんが、そうですね。はい。ということで、富士山。で、次はですね、こちら。7月24日から競技が始まるパリ五輪で、選手村の設備が注目を集めています。選手が滞在する部屋には、エアコン設備がなく、あ、そうなんですか？各国が自由に調達することになると、主要メディアが報じています。知りませんでした。パリのオリンピックは最も環境に優しい五輪大会を受賞していることを紹介し、その一環として部屋にエアコンが設置されず、部屋の下に設置されたパイプを流れる水による冷却システムが導入されていると説明されてました。ああ、そうですか。そこでパリのオリンピック出場選手が呼びましたという沼風さんの川柳、60代の男性。技よりも耐久レースのエコ五輪。エコ五輪。人より環境、エゴ五輪。なるほど。エコじゃなくてエゴ、エゴイズムのエゴ。熱い五輪。エコなフランス、熱五輪。熱いよと。熱い五輪だと。まあどういうふうに撮るか。でもオリンピックはやっぱり楽しいですわね。昔、ラジオのスポーツアナウンサーを目指す人、まあ当時もテレビもありましたけどね。みんなオリンピック目指してたんですよ。スポーツアナウンサーになってですね、オリンピック中継をやりたかったんですね。僕一番最初に聞いたのはヘルシンキのオリンピックですけど、短波放送でね。もう雑音が入って入って。だけどその雑音の中で遠く声が聞こえるんですよ。日本の皆様、ってね。あれ懐かしい。今なんか隣でやってるようですもんね。映像が綺麗で、音声も綺麗でね。だけどスポーツアナウンサーはみんなオリンピックやりたかった。だけどこの頃ラジオはダメですね。お金ないんですよ。高いんですよ。オリンピック代も。うん。だからまあ、取材の記者は出します。アナウンサーもね、出しますけども、オリンピックの中継とやらなくなった。だからあのバレーボールとかね、あれだけ人気出てるじゃないですか。もちろん水泳もね、陸上も。最近はほら、街のダンスとかね、それからあの、スケボーみたいなやつにね、ローラーつけてやってるじゃないですか。うん。ああいうものとか。みんな勉強してたんですけどね。この頃スポーツアナウンサーはオリンピックに行けないと寂しいだろうなと思うんです。私、冬のオリンピック、札幌行きました。注目のジャンプ競技は中継できませんでした。地元の方がやりましたからね。真駒内でスピードスケートやりました。日田孝之さんという人がメダル候補だったんですけど、残念ながら、拉致外、県外になっちゃいまして、あれは残念でした。さあ次はこんなのいただいてるんですよね。恩師はと聞かれて名が出る AI コーチ。あの AI ですか？ほうほう。茨城の土浦第二高等学校の野球部では、コーチの代わりを生成 AI アプリが賄っているようです。
ほう、そうですか。質問すると選手一人一人の課題に合わせた練習法を教えてくれるようで、選手たちからは技術が向上した、練習の振り返りに役立つ、大好評とのこと。この野球部にも人間のコーチはいると思いますが、時間を気にせずいつでも質問できる AI アプリは選手たちにとっては大変便利でしょうね。ああ、だから選手の特徴とはなんかどん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 打ち込むんでしょうね。で、AI に覚えさせるんでしょうね。で、いろいろなデータも AI の中にはあるので、そこからそれぞれの選手に AI コーチがいろんなアドバイスを与えてくれると。へえ、そんな時代になったんだ。ペンペングサさん、40代の男性、ありがとうございました。それからね、自由民主党の総裁選挙、楽しみですね。どうなるんでしょうか。底辺だ、親分支持率底辺だ、ね、派閥の子分が読みました、東京の60代の中ちゃんからいただきました。底辺だ、親分支持率底辺だ。これは岸田総理大臣の派閥の子分ですかね。4月に定年退職し、この中ちゃんね、茨城の鹿嶋市から東京の西東京市に越してきたんで、挨拶代わりの川柳を投稿させていただきました。これからもよろしくお願いしますと。いやいや、中ちゃん、ほんと久しぶりですね。いい川柳ありがとうございます。底辺だ、親分支持率底辺だ。じゃあ復活記念で中ちゃんにあげましょう。今週の良かったでしょう、株式会社野口医学研究所から中ちゃんに黒ニンニク卵黄をプレゼントさせていただきます。最近なんだか疲れやすい、スタミナ不足だ、ニンニクが苦手、こういう方におすすめなのがこの黒ニンニク卵黄のサプリメントです。1日目安量の2粒に国産の発酵させた黒ニンニクを 330mg 配合しております。また人間の体内で作ることができないリノール酸や血流が良くなる効果が期待されるレシチンが含まれた国産の卵黄も配合されております。ということで、株式会社野口医学研究所の黒ニンニク卵黄のサプリメントをですね、久しぶりに投稿してくださいました中ちゃん、あなたに差し上げます。来週以降もいい川柳をお待ちしております。思いついた川柳こちら、それから世の出来事についていろいろあると思いますけれども、率直なところ全部こちらの方にお送りください。お待ちしております。今週もご覧いただいてありがとうございました。ではでは、また来週の月曜日に失礼します。どうも。